皆さんともこんにちは。ピピンエピ生き物チャンネルです。今日はですね、アリさんです。我が家で飼育してます外国のアリですね。引っ越しをしていこうと思います。これ見ていただけるとわかるんですけど、あ、その前にね、何の種類かですね。これが限界か。はい、これが限界ですね。台湾とかに生息してますハーベラオオアリでございます。ハーベラオオアリ、台湾にいるんですね。で、この種類はですね、越冬しないアリになりますので、日本ではね、ちょっと加温が必要な種類になります。ですので、そこのところをね、注意していかないといけないんですけれども、アリスさんのところでまあいただいたんですけれども、これですね、だいぶ増えまして、で、見ての通りこの後ろのところ、ここですね、汚い、汚くなってるということで引っ越しと、あとここに女王がいます。ここに女王がいて、でこっちの方にですね、幼虫とサナギが入ってます。幼虫サナギ見ましょうか。ヒン、はい、ほらね、うじゃうじゃいますね。ですので引っ越しをしたいと思うんですが、このアリはですね、なんと乾燥を、少し乾燥を好むみたいで、このね、飼育環境もうちょっとまずいんですよね。はい、このアリスさんのこのセパレーターの試験管数っていうのは優秀で、ここに水を溜めて加水するんですけれども、このね、だんだんとね、湿度が低くなっていくんですよ。この近くのところは湿度高いし、こっち行くとちょっと低め、こっちはちょっとさらに低めっていう風になるんで、ハーベラちゃんはですね、しっかりと湿度の低い方にどん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 移動していってしまって、この餌場がついてるんですけれども、ここのね、あー、ちょっと見づらいな、もう中にね、住んでしまってる状況です。ですので、あの、湿度が高すぎる状態がちょっと続いてしまっているので、今回はそれも兼ねてね、引っ越しをしていこうと思います。今日引っ越しをさせる巣です。これです。じゃん。はい、リンクス、アリスさんのところから出ているリンクスっていうタイプの巣です。これのいいところはですね、この後ろですね、今ですね、ちょっと見づらいんですけど、片方のタンクにだけ水が入ってます。こっちか、こっち入ってますね。ここにね、入ってますね。で、片方は入れてない状態なんで、この穴からね、水を入れることができるんですよ。なので、目視で水の量を確認できるっていうのは結構画期的なんですよね。アリの飼育の上でね、どのぐらいの湿度かっていうのがわからない。両方入れれば両方入れるだけこの中の湿度が高くなりますんで、今回はハーベラーちゃんということで、一つだけのタンクに水を入れておきました。ですので、ここに引っ越しさせていこうと思います。で、一応ちょっとこの巣、最初ちょっと説明しちゃいましたけど、ちょっと水入れてるんでひっくり返せないんですが、これ足場がついてますね。なので、こうやって自立します。こうやってね、自立で、このいっぱいになっちゃったら、またこう横にね、もう一個こうグッてくっついたりして、で、この上にグッてくっついたりもするんで、いろいろとバリエーションのある巣です。穴はここに1個、さらにここにも1個空いてます。今塞がってますけど。でね、ここに引っ越しをさせていこうと思います。で、今回の引っ越しはですね、どうしようかな、ちゃんとね、脱走防止のために容器の周りを粉々で覆いました。ベビーパウダーでもタルクっていう粉でもいいので、それをまぶしたんですが、直接今ある巣につなげちゃおうかなと考えてます。巣はですね、巣じゃないわ、餌場はこれ買えないので、このまま流用します。なので、ここに直接ガッチャンコってこうくっつけて、ここにいるやつをこの中にボロボロボロって入れる、それだけの作業です。そうすればもう強制的にここしか巣がないので、インする方がないんですけれども、はい、それでやっていこうと思います。で、私がですね、飼育してるアリ棚、アリを置いておく棚の都合上、こういう風に設置したいんですよ。こういう風に設置したいの。とりあえず、こうじゃなくてこういう風にしたいんです。こうでもいいんですけど、こうにします。はい、こうにするので、ここに穴が開いてるんですけど、こっからこうやってきて、こうやってきて、こうやってこうやると思います。こっちでもいいか、近い方がいいかな。なので、ちょっと細工しますね。で、チューブね、これです。このこれをつけないと
ガバガバなので、で L 字をねアリスさんのところから売られてますんで、まずこれ引き離しておきましょう。これですよ。これがね私の動画の見せどころなんですよ。いつもね大パニックキャンペーンを実施するかしないかの明暗です。とこの上を取りましょうか。このハーベラーはねなんかあんまり上の方登ってこないですよね。一応帽子のために粉はつけたんですけどなんか取れちゃったな。この辺とかを少しずらして、でまずやることがちょっと整理しましょう。ここのを取ってこれで塞ぐ。これ線がありますんで、アリスさんの線がありますんで、これでジュッてやって、でここですね、ここが出てきちゃうので巨大小よりですね。はい、巨大小よりこれただティッシュで作ったやつなんですけど、これおやべやべ、また大パニックや、出てきちゃうぞ出てきちゃうぞ。ここに、あ先にこれをここにくっつけて、ちょっと今くっつけちゃいましょう。小よりがでかいか、いやこれ出ないな。よし、じゃあちょっと待っていつやっても大パニック。まず取ってこれをつけて、したらここにこれをつけると、はい、いきますよ。乗ってこないでくれ、こういう時に限って。ではよそうがいのことが起きたぞ。ちょっと待って、キャップが取れるな。キャップ取っちゃうか。よし、キャップ取ってこれや、スポン、よし来た。でこれがこれ入らないから、これ入らないんですよちょっと待って、ちょっと待って、おいちょっと待って、こっち来るな、こっちに来るな、来るな、力尽くせ。よし取れるか、取れた、よしよしよし、難儀だわ。いやせっかくなんでこの中少し綺麗にしましょうかね。ちょっとですね、本当はアリスガンっていう吸い込み掃除機で吸うはずだったんですけど、今ちょっとですね別件でアリスガン使っちゃってて、吸い込み掃除機の中洗っちゃってて水ついてるとまずいので、今入ってるアリを別の容器に移します。この登れないところに入れて、うわこいつら落ちないパターンか、うわ足が強い、めっちゃくちゃ足が強いな、なかなか落ちてくれないな。ちょっとね取って洗って、帽子、脱走帽子用のね粉を塗りました。このようにね、でこのアリね、あの本当にしがみつく足の力が強くて、ピンセットからね振り落とせないぐらいです。なので気をつけた方がいいと思います。何を気をつけるのか、まずこっち側だけは、こっちは使わないので閉じて、これはねあのさっきもちょっとわたわたしましたが、あの無事こうティッシュ詰まってます、これで詰まってます、はい、それでこれですね、これをちょっと後ろですいません、あこっちにしようか、ここにガッチャンコホースをこれつけてもらって、ここにつけて、ここにつけると、入るかな入るかな、入りましたね。この私はこの段差をねあの回避する確か台もアリスは売ってた気がするんだよな、ね、私はちょっと今持ってないのでメラミンスポンジを切ったやつをここに入れておきましょう、はい、これでスムーズに巣にアクセスできると思います。これで今回のお引っ越しはいつもはですね粉々の壁のある入れ物に巣も一緒に入れて、ここに入ってくださいよってずっとこう念じてみるんですが、今回はなんとこの新しいじゃなくて、あの洗った餌場の中にもうドボンで終了にさせていこうと思います。ではまず捕獲したやつこっちに入れましょう。全部入りました、はい、先陣を切って投入されました。いやまだ情報いないけどね、はい、それではですねこれでやっていこうと思います。この中にもうドボンと入れますよ。これですね、これこう取って、うわ抜けないんだけど、抜けないぞこれ、
ガラスだから怖いんだよな。画面に映るようにするとやりかねないので。おっ、やばい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 ぞやばいぞやばいぞやばいぞ、どうしたらいいんだ。ほらどうする、手にいっぱい登ってきてる。やってしまった、やれちゃうやつだ。こっちに行くか、こっちに行くか、一旦こっちに入れるか、こっちに入れよう、こっちに入れると、うわー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 、最後の負けない、うわー大変だそこら中に、体のそこら中に危ない、うわー今アリスが使えないんだよな、うわ最悪だ、体の反応がある、体のどこかに反応がある、やばいやばいやばいぞ、カメラ、せっかくのカメラ大パニック大パニックです。待って、よしよし、いるいる、よしよしよし、どこに行くんだ。とりあえず冒険か、またこういうことになるとは予想だにしていなかった。そうしてみてくれ、あ、ここに少しこれはなんだ、これはこれはですね、眉ですね、眉という感じ。くそくそ、やってしまった、結局こっちに入れてしまったぞ、なんということだ。いやー、こういう時のためにですね、これがいいと思います。シリコンピンセット、もうエサ場に入れちゃいましょう、しょうがない。うわー飛び散ったぜ。いや安定の大爆死ですね、皆さん気をつけてくださいね。これ動画でちゃんと撮れたんか、残念でした。なんかカメラをねこう置いてると、自分の体の可動域がほとんどないので、とりあえずこの中にいるやつを全部体に登ってきやがるな。めちゃくちゃ速いし、全然払っても落ちないから。ハーベラ速いですね、めちゃくちゃ速い。こういう状況です今ですね。でこれひっくり返したいんですけど、いやついてない、こっち入れちゃおう。ではね、この巣に入れましょう、もうこの巣に入れましょう、ここに。卵とかもないの確認、よし確認できました。背中にいるな、どうだどうだ、もうクソもね、これは一体これは一体どういうことだ。ここに女王もいるよねえらいこっちゃ、いやかゆいな体、すんなりいかないですね。まあ、毎度毎度ピピンのことなんで、すんなり言ったらこれ違う動画なんでね、きっとね。このね奥に入っていっているのかな、あ入っていってますね、何体かね、はい、こういう感じで何体か入っていってますね何突破してるぞこいつ、ちょっと待って蓋つけちゃいましょう。やっぱ足強いな、登ってくるアリ系はですね、これが若干めんどくさいんですよね、本当に出てきちゃうっていう、蓋開けると登ってきちゃうっていうね。一部ですね、登れないアリも存在しますので、まあ肉食のアリが多いんですけど、登れないアリって、なのでそれを選んで飼育した方がいいと思うんですけど、飼育すればいいと思うんですけれども、いいですね。運んでるかな、ちょうどいい湿度にはなってると思うんですよね、片方だけで持ってってますか、そこら辺に置いてない。で結構ねこのアリ水飲んだりするんで、まあ、もしかしたら水入れだけで、そうだ、アリスさんのアリグラさんのブログにも書いてあったんですけど、水入れだけでキープできるっていう話を聞いてますので、リンクスの片方の水タンクに水入れましたけれども、もしかしたらいらないかもしれないですね。餌場に水を常時置いてやれば飼育できそうな気はしますね、台湾暑いんでね、台湾のアリやっぱ加温しないと
ダメですね。また多大なるストレスを与えてしまったよ。申し訳ないな。痛恨の極みでございます。思ってるのか本当に。まず女王がね、無事にこう入ってくれればいいんだけど、まあでも続々と運んでるから、チューブの途中に置いてるな。チューブの途中に置いてるんだよな。チューブに住むこともあるので、ミスるとね、そこだけちょっと心配なんですけど、チューブに住まないでくれよ。加水していた片方の水タンクの水は捨てました。今の時期ですね、もう湿度がすごく低いのに餌場の方にね出てきていたので、これだいぶ乾燥でも OK な感じだと思いますので、もう無加水でやってみようと思います。で、代わりにこの餌場にですね、水を、飲める水をですね、飲み水を常備置いとくような感じで対応。お、ちょっとだいぶ慌ただしくなって女王アリがね動き出しましたね。これはこのこっちのチューブのねところに女王アリが持ってかれるかな。散開してますんで、みんな女王アリの周りにいっぱいいた働きアリが続々と入っていきます。アリの引っ越しいつ見ても面白いんだけど、この状態にするのがね難儀なんですよ。私がもう完全に下手くそという、まだかな。ほらもうここにいっぱい積まれてた幼虫とかサナギとかみんななくなっちゃったよ。そろそろ持ってくよ、そろそろ入るよって女王さんが。でですね、これちょっとね巣の中に完全に持ち込まないで、このチューブのところに置いちゃってますね。なんとかね中まで入ってほしいんだけど。そして女王はここにまだいる。お、来られてるぞ。ほら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 、もう決まってんね。こっちにこっちに来てって引っ張られてましたね今ね。また引っ張る人がいないとほら女王がうろうろしちゃうよ。あ、歩いていってる。来るかな。やだ狭いっつって嘘でしょ今、いざなわれたじゃないか今。やだ狭い。お、動き出しました。ここに入りましょう。あ、ここだよって言ってるね、きっと。触覚がめちゃくちゃ穴に向いてるもん。うわー、どしゃどしゃ。少し、この情報。ほら、やばい、もう放浪の情報になってる。お、だん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 このチューブから巣の中に持ってってますね。だんだん奥に奥に持ってくようになったかな。今ちょっと持ってきましたよね。幼虫動いてる。ニョッキしてますね。あ、持ってってんな。そうだよね。女王来てもさ、これ通れないよね。明らかに。みんな奥に持ってこうぜ。持ってこうぜ。奥に。いやいや、置くなよ。そこに。そこに置くんじゃないよ。奥に持ってこうぜ。持ってきてんじゃねえかよ、また。置いちゃったし。あれ？ああ、でもいくつか持ってってんだな。いくつか配達されてんのありますね。これね、しがみついちゃってますわ。ちょっとここの封鎖が解かれないと、持ってこうとするやつと置こうとするやつがちょっといて、意見が分かれてるようですね。お、女王が歩き出しました、急に。これが入るのかな？入っても幼虫と、サナギの壁が立ちはだかってんだよな。お、引っ張った。でも入ってもな、戻ってきちゃうと思うんだよな。そこ塞がってるから、みんな腰折ってるけど。通路はというと塞がってます。この辺綺麗になった気もするけど、押し込んでないよな。
どうしたってこの女王が入ってきたとしてまた戻ってしまうのは明らかなんだよなと思いつつ、もしくはこのチューブのここのところ黒いところがね気に入ってそこに居座っちゃえば女王が入ってこれねえぞっていうことで巣の中に、お、引っ張ってんだよな。お、は、あ、入った。急、唐突、入場。入場したけどさ、この奥ほらいっぱいなんだよ。戻ってこないよな。ちょっと待って、わ、ゴリゴリに突っ込んできやがる。やはり、あ、ちゃんと道開けてるぞ。ほら、道開けろ、道を開けろ、道開けろっつって女王様のお通りだぞ。ちゃんと道開けないと入ってくれる、入ってこれる、ここ一番狭いぞ、通れるのか、ケツがでかいから。お、ちゃんとほら引いててる、お、いいですね、ちゃんと引っ張っててるね。わかるんかな、通れん、狭すぎる、通れんっつって、これ邪魔だよな、これね。だんだん持っててくれてる。このこれが邪魔ですよ、この眉が。この眉も持ってかないと。この辺つっかえてるから。戻ってきたんじゃないか。持っていく方向になってますね。そうそう、それ。それだよ、それだよ。ほら。ジョーさん、いけるんじゃないか、もう。いけるんじゃないか。おー、いいですね。通路が確保されてますよ。お、いけるね。もういけんじゃない?ほら。よいしょよいしょっつって、ここのとこちょっと詰まってんのか。よいしょ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 よ、行ってる、よし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 、あー、もうで、もういけるねと思ったら、ここで詰まってるとかないよね。ちょっと結構ギュギュなんじゃない、ここ。ここに置いてるとかないっすよね。ちょっとこっち見てみましょう。この下に、あ、でも結構さっきより増えてるから、ちょっとすいませんな、プラケースが20、30に越してあるんで、一旦ここ置いてんだな。ここから女王様が出てくれば成功なんですが、カメラのバッテリーがなくなってきてる。早く出てきて。なかなか出てこんな、詰まってんだな。めちゃくちゃ幼虫とか出てくるもんな。一旦またそこ置いたんか、きっと。持ってったらなんだこの出待ちみたいなやつ。完全出待ち案件や、女王の出待ち。だからお前持ってくなって、持ってくなって。不思議なぐらい出てこないんですけど。黒いところのチューブに住んでんのかな、全然出てこんわ。ま、とりあえずね、これで、お引越しはできたので、まあ、いっか。ちょっと最後だけ、チラッとも顔だけでもいいから見てほしいな。逆流もしてないんで、そこにいるんですな。はい、ということで、ハーベラー終わりですね。引越し作業は、これで完了といたしましょう。女王がですね、全然出てこないので、もうこれは、諦めました。ここに住んでると思われます、ここに。ここに入ってます。で、ここもですね、無事に、なんか行ったり来たりしてる個体もいますが、無事に全部ね、戻してる。無事に全部ですね、この下のところね、ここに置いてってるんで、多分ここが幼虫集めの場所になると思います。幼虫卵集め。サナギか。ですので、今回はこれで終了とさせていただきます。ハーベラ終わり。無事に引っ越しです。リンクスの巣に引っ越しました。ではですね、このハーベラちゃんのシャイな女王、これの飼育動画も今後上げていこうと思いますので、ぜひともですね、楽しみにしていただけるとありがたいです。今何もないですけどね、ここに水入れ置いとくんで、今ね、加水はしてないです。めちゃくちゃ部屋乾燥するけど、餌場にね、陣取ってたんで大丈夫だと思うんですが、これでやっていこうと思います。それではまた次の動画で。
会いいたしましょう。